3つの顔を作るということで、一番最初にやっていくのが触覚型の低タイプ、これを僕の場合うららメイクと言っています。こんな感じです。写真でいうとこれこんな感じのねメイクになります。もうこれも簡略化して、低タイプのメイクというのは本当にシンプルにやっていきます。これはもう下地なんで、全体的にこのトップから多めにつけて伸ばしていきます。ここの部分だけちょっと分かりやすく言うと、目の下からこの逆三角形のここですね、左にこれ全体にやってしまうとまたこの厚みになるんですね、マットな感じになるんで、そこはできるだけ減らしてやります。特にここの立ち上がりがすごく高くなってるんで、黒目の端の下、ここをメインにする。目尻に対して平行になるようにまず描いてみます。で、普通だったらみんな毛が生えてるところだけをやるんで、ね、3つのパターンは全部位置が違うんで、こうですね、この時に眉頭がここにある、でこれを描こうとするとまたこう下がる、だから木の向いてこの上、はい、閉じてください。ここに黒目をもう一個作るというつもりで、ここに丸くなります、ね、ふわっと丸く描いていきます。例えばまあ白にするとこんな感じ。だから服がまず選ばなくてね、今日は触覚型でいくぞ、低タイプでいくぞって決めたら、もう衣服から変えます。かわいいね。で、それをいつもやりますけど、写メを撮る練習します。ツヤメイクっていうのはちょっと華やかな感じの場所行くようなイメージです。だからパーティーとか行くような感じ。この特に目の下のこういうところ、これパウダーを入れていきます。 T ゾーン、鼻筋とこの目の C ゾーンっていうところね、こういうところちょっと入れていきます。こういう感じで、そしてここの部分を付け加えていって、で眉尻を少し上に今度描いていきます。ここへ、でここにずっと落とし込んでいった時にノーズシャドウをあと入れます。眉頭のこの下のここですね、ここへグンと入れていきます。バイオレットの色、こういう綺麗な色をねつやって好むんですね。で少し目尻を少しだけ、はい、これぐらい。マスカラは真ん中しか塗ってなかったので、今度は目尻側にも強調してあげる。この色を上向いておきます。ちょっとこの目の3分の1ぐらいのところへ落とし込みます。ポンポンと縦に入れて、はい、上下合わせてみてください。はい、ありがとうございます。今度はですね、リンタイプの、まあ、メイク、どういうことかっていうと、リンは落ち着いた感じになるね。だからあんまり色味を使わずに、ここ入れたらもっとこうかけて、こうしてね。通常は眉山からこっち側側面っていう、側面顔は通常はもう塗らんでいいですよって僕言ってるんですね、ファンデーションで。これをぼかしていくんです、こうして。そうするとお顔が立体的になっていくんですよ。黒目の端から山から目尻に向かうラインは平行ぐらいでいいです。ラインをはっきり取ります。それから眉尻のこの下、そうしたら立体的に見えていくんですね。シャープな感じになります。こういうベージュっぽい色とかゴールドっぽい色、ここの影に向かってなじませるんです。こうして上の方にちょっとこうしてみる。その時にあんまり派手な色を入れない、ちょっとこういうふうにしてゴールド系で締めていく。うららからツヤに入って、ツヤからまた感じね変わってしまいます、ね。まあ、こんな風にしてグレーとかも普段はあんまり使わないけども、ちょっとこれをうまくさじ加減を使ってね、あのバランスを取れば3つの顔ができる。それをまず練習してもらいたいんですよ。そうするとね、何が起こるかというと、多分今メイクした時に自分の顔ずっと見てて気持ち変わるんですよ。この顔でワンワンってできないんですよ。できないよ、凛とするんです。だからその感覚を覚えていってほしい。そして自分の中の気持ちとの体験を生かしてもらいたいんですよ、ね。ちょっと自信のないなって、最近ちょっと不安やな、自信ないなって言った時に、このメイクで変えることによって、それが自信がまた蘇るとかね。そこをうまくあのケースバイケースで自分たちで選択する、自分で選択するメイクをしてほしいということで、この3つの顔を作る訓練をしてるわけです。